当時の糸満漁師糸満売りは沖縄県にかつて存在していた年季暴行制度である10歳前後の貧困層の少年が全借金と引き換えに沖縄本島南部糸満の漁師の下で年季暴行をすることを糸満売りと称した。また沖縄の他の漁村に売りに出された場合も糸満売りと言われる場合があった。 特に沖縄本島の北部や離島には貧困層が多く、数多くの少年が糸満売りに出された。兄弟全員が売りに出されたり、家族を救うために本人が志願して売りに出された例もある。彼らは雇い子と呼ばれ、雇用主の下で住み込みで働き、糸満漁業の技術を叩き込まれた。糸満売りの起源は琉球王国の時代からあったと言われているが、 顕在化するのは明治時代になってからである。当時、世界恐慌による祖鉄地獄の傍ら、糸満では、漁具の改良など深ひれなどの大型追込み網漁が、成立、遠洋漁業に乗り出しており、多くの労働力と熟練された漁業技術者が求められていた。そのため、幼少の頃より漁業技術を伝授させる糸満売りの雇用形態が広く定着することになった。 雇用条件や労働条件は過酷であったものの、祖鉄地獄などの貧困にあえぐ沖縄では、深ひれ量などの手堅い収入が濡れてにあわだった側面もあり、また単純にいわゆる人身売買というわけではなく、形式上はあくまで前借り制度の長期雇用でもあり、一般的には技術が一通り身につくか、または沖縄県での徴兵制施行後は、徴兵年齢である満20歳をもって、 年期方向明けとされた。糸満売りは戦後も存在し続けたが、個人主義の観点、人身売買の一種であり、また教育を受けさせるという、児童福祉の側面にも反するという理由から、1955年に琉球政府の労働局によって禁止され、実際に摘発が行われる事例もあった。これまでは逃走した雇い子を捕まえて、引き戻してくれていたはずの警察は、 その態度を表現させることとなったわけである。なお、日本本土では、内外の年期暴行や、これに類する、奴隷的取引による、労働力確保を、旧の悪兵として、明治、大正政府では、積極的に取締り近代的、労働契約慣行への転換を図った。例として1867年のハワイ日本人、出稼ぎ人召喚事件。 マリアルス号事件、1872年の継承儀、解放令、1919年の ILO 加盟などがある。しかし、旧韓温存政策や太平洋戦争、米軍統治による中断の影響を受け、沖縄では社会への浸透が遅れることとなった。生活環境は厳しく労働は長時間に及んだ。 雇い子たちの中には粗末な食事しか出されず、親方から虐待を受ける者もいた。また年季が明けるたびにさらに売りに出される者もいた。さらに、栄法の訓練も過酷なものであり、縄でくくった上で船から海へ放り込むような、ものであった。また実際に、糸満売りとされた人物の証言によれば、産むかしが常食で、放漁の時だけは、芋が、 まともに食べられたとのことであり、先輩などからの臨時やいわゆるいじめも横行していた。だが、必ずしも非人道的なことばかりがまかり通っていたわけでもなく、預かった子をまるで我が子のように養っていたとの証言も見られ、また、やはり雇い子は親方にとっても財産であるため無意にいじめたり殺すようなことは損で、あるとして好まれなかったとされ、雇い子と親方の娘が結婚に至ったり、 一部年季が免除されるといった事例もある。少女が糸まむりに出される例も見られたが、この場合は直接の漁業に従事するのではなく、雑役やかまぼこ作りなど、補助的な労務に充てられた。なお年季が明けた後は、幼少期からの過酷な労働により、漁師としての技術を得たかつての雇い子たちは、引き続き漁師として、生計を立てていく例も多かった。 ただし少年期を過酷な漁業の場で過ごしたため、学校での正規教育を受けておらず文盲が多かった。ありがとうございます。